デネスタブスは、オーストラリアシドニー出身の女子プロテニス選手。ダブルスの名手としてよく知られ、長年アメリカのリサ・レーモンドとペアを組んで、多くのタイトルを獲得してきた。WTA ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで60勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス64位、ダブルス1位。身長 178cm、体重 65kg。 右利き。四大大会では、女子ダブルス4勝、混合ダブルス2勝を挙げた。レネスタブスは1992年から、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのオーストラリア代表選手となり、2011年まで代表選手として活躍を続けた。通算のフェド敗戦席でも、彼女はほとんど全てダブルス戦の出場であり、シングルスはわずか3試合の出場しかない。 オリンピックの代表選手としても、1996年、アトランタ五輪、2000年シドニー五輪、2004年アテネ、五輪、2008年北京五輪の4大会に出場した。アテネ五輪の女子ダブルスでは、アリシアモリクとペアを組み、準々決勝で、中国ペアのリアマゴテンテン組に3から6、2から6で敗れた。 フェドハイ代表選手に選ばれた1992年から、スタブスは WTA ツアーでもダブルスのスペシャリストとして成績を伸ばしてきた。彼女のダブルス初優勝は1992年2月、日本の大阪の大会でヘレナ・スコバとペアを組んだ、勝利から始まる。この大阪大会では、1回戦で神尾米のペアに勝ち、準決勝では、伊達キ子のペアを破って勝ち進んだ。 同年5月のドイツハンブルク大会では、シュテフィグラフとのペアで勝ち、この後も2勝を挙げて、1992年度は女子ダブルスで年間4勝を記録した。1996年からスタブスはほとんどの大会でリサ・レイモンドと組むようになる。2000年の前後オープンでスタブスはレイモンドとの女子ダブルスとジャレット・パーマーと組んだ混合ダブルスの2部門で優勝し、 両部門で四大大会初優勝を飾った。女子ダブルス決勝では、スタブスとレーモンドは、マルチナ・ヒンギスとマリー・ピエルスの組を6から4、5から7、6から4で破り、ヒンギスの全豪ダブルス4連覇を阻止している。2001年、スタブスとレーモンドの組は、ウィンブルドンと全米オープンで四大大会女子ダブルスに連勝を達成した。ウィンブルドン決勝では、 杉山愛とキムクライシテルスの組を6から4、6から3で破り、全米オープンで、スタブスは2度目の女子ダブルス、混合ダブルスに部門制覇を果たしている。スタブスとレーモンドは、ダブルスでパートナーを組んでいた間、私生活でもレズビアン関係にあった。2004年のウィンブルドン女子ダブルスでは、ジンバブエのカーラブラックとペアを組んで3年ぶり2度目の、 優勝を果たし、杉山愛とリーゼル・フーバーの組を6から3、7から6で破った。2006年度は年頭にアメリカのコリーナ・モラリューと組んだ優勝が一つあるが、シーズン途中からカーラ・ブラックと組むことが多くなった。2007年と2008年はクベ・タペ・シュケと組み、2009年以後は同じオーストラリアのサマンサ・ストーサーと組んで大半の試合に出場している。スタブズは、 シングルスはあまり得意ではなく、四大大会の女子シングルスでも2回戦止まりの成績であった。そのため、2001年以後は WTA ツアー大会でもダブルスのみに出場した。デネスタブスはダブルス初優勝を飾った1992年の大阪大会の後も日本のトーナメントに数多く出場してきた。 最近では2001年から2004年にかけて東京体育館のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントでダブルス4連覇を達成している。2001年と2002年はレーモンドとのペアであったが、2003年はロシアのエレーナ・ボビナ、2004年はジンバブエのカーラ・ブラックと組んで優勝した。スタブスは2011年に現役を引退した。ありがとうございます。